はいどうも、タンタンです。本日はカマカのウクレレご紹介したいと思います。こちらは HF2 コンサートサイズのウクレレですね。こちらの個体は 231-576 231-576 という個体でございます。はい、ハワイアンコアらしいこう木目が出ているとは思うんですが、スタンダードシリーズということもあって全体的にはさっぱりした見た目かなと思うんですけど、この個体ですとこの指板の上下のあたり、サンドホールの上部のあたりは結構はっきりとカーリーが出ているかなと思います。全体的に薄めな色だと思いますが、ところどころこういう風に濃い部分があったりして、かなり特徴的な見た目になっているかなと思います。はい、バックなんかもそうですね。この辺りとかなかなか特徴のある木目かなと思います。はい、指板はこんな感じですね。でヘッドもちょっと特徴のある木目かなと思います。はい、非常にカマカらしい素朴で、なんていうんでしょう、ツヤのあるウクレレかなと思います。はい、まだまあ新品ということもあって、こう箱鳴りがすごいして俺はドンと出るっていうものではないんですけれども、こうしっかり弾き込んでいってあげるとかなりこうはっきりとした音が出てくれるようになるかなと思います。はい、こちらカマカの HF2231-576という個体でございます。この他にもカマカのウクレレ同じタイミングで入荷しましたので、ぜひ気になるなという方は他の個体もチェックしてみてください。それではタンタンでした。